点滴法で使うものは新しく買った魚とバケツかプラスチック容器、エアチューブ、大きめのクリップ2つです。ではこれから新しく導入する魚の、水合わせを始めていきます。袋ごと本水槽の中につけて、袋の中の水と本水槽の温度を同じにしていきます。だいたいこれで1時間ぐらいつけておきます。はい、1時間経ちました。ではこれから袋の中の魚を容器に移していきます。導入する魚を容器の方に移しました。私が今回導入する魚はオトシンクルスです。次に点滴をするためのチューブを取り付けていきます。片方は本水槽の中にチューブを入れてクリップで留めます。今度は反対のチューブを魚が入った容器にクリップで取り付けます。チューブの先は結び目をつけてスポイト等で水を吸って水が出るようにします。水が出る速さは結び目を調節して1秒間に 3,4 滴水が出るくらいの速さにします。これで1時間ぐらい待ちます。今は 500ml 弱水が入っています。点滴法を始めて1時間が経ちました。水の量も3倍ぐらいに増えました。これから魚を本水槽の方に移していきます。なるべく水槽の中の汚れが入らないようにネットなどで拭って生態を入れていきます。3匹とも本水槽に入れ終わりました。点滴を始めて1時間を目安に本水槽に魚を移します。徐々に水に慣れさせるので魚への pH ショックのリスクが少ないので、ぜひ水合わせは点滴法を試してみてください。